ダンシング。ガキガキくん、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 ガリガリくん。なんか久しぶりですけど。久しぶりですよね。いやなんですよ、道路工事俺食べられんのかな道路工事、道路工事、はいはい、道路工事のあれおるでしょう、うん、こんなね夜中こんなんやってる、はい、やってる、こっちに寄れってね、ここ工事やってるから車でこう来た時にこっちに寄れをやるでしょ、うんうん、光ったやつこうやって、うん、いやどっちやお前がどっちから始まったか知らんからね、まあ、こっちなのコートも取れるしね、コートも取れるじゃないですか、まあまあね、あれねもうちょっとね勉強してルールをしっかり決めた方がいいですよね、まあ適当にやっとるからね、あの学校かなんか通わしてちゃんとこうやった方が良くないですか。いやまあ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 、その間ね走ってたんですよ夜、うんうん、はあ走ってたらね日本持って、うん、親切や、意味が分からんでしょ。違う違う違う、それは待て、じゃあだからそれは止まれっていうことですよ。違うよ、なんかこんなんやってんのおもろなってきて止まってパーって窓開けて何してんのって言うたんだ。ほら、いやね道がボコッとなってるので若干スピードを落としてほしい。わかるか。あ、それはわからん。オリジナリティにも程があるわ。それはわからんでも降りていってどうこういう気にはなれへん。いやいや、まあまあ腹立つっていうか笑ってまいりましたけどね。なんでしょうね、なんか変わったことありますかね。松本さんの高校時代の話で、松本さんが彼女とホテルへ行った時そのホテルで火事を起こしたって聞いたんですが本当でしょうか。もしよかったらその辺のことを詳しく聞かせてください。よろしくお願いします。あ、これはね僕初めてのエッチの時でしたよ。火事というかボヤ起こしたんです、ね、ボヤ起こしたんですよ。お正月にね行ったホテルはね梅田のねホテルダイヤモンド。名前まで言わんじゃん。これがねダイヤモンドというものの中がねめちゃめちゃ汚いんですよ入ったらねスタンドがねむき出しなんですよ。傘がついてないの。まずその傘のスタンドいう時点でもおかしいんやけど興味、まあね、それがなくて豆電球がニュッと出てるだけ。で俺がぼちぼちやなと思ってシャワーバーッと浴びてね。でもそれ高校と光ってるわけでしょ。そうそうそう、電球だけやから。そうそう、でこのごっつたくましい腕でカッと抱きしめたんですよ。ね、まあこっち来いや、ガッと抱きしめたんです。誰がそんな芝居せえんか、ね、話の経過だけでええやないかね、うん、女の子も覚悟してたんでしょうね、うん、スルスルスルシュ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 ル、何着てんのね、何をスルスルするね、うん、もうやめやもんね、コントやね、バッと寝かしてね、さあぼちぼちかなと思って、もうね、うん、もう俺のコックはあれやんか、もう暴れん坊将軍、暴れん坊将軍、もうああ、うわー言ってるわ。そうそうそう、うん、ガッガッ、うわ中途半端すんなガッガッ、いやーおい、だからもうなこれ親と見とったら恥ずかしいじゃないか。いや何を言うとんねん、パッパッブリン待て、見え張るなブリンってなね、だバカじゃないのな、ね、まあ俺もなちょっとドキン、はよだがボラの話せえやもうドキンドキンな、お互い裸になるやないか、もう女ももう全部脱ぐわけですよ。いやだからもうそんな話はええか、俺もこうパカッとズラを、なんでズラやんで汗かいたらかないしとりあえずこの
取り方はコントの面やの。中カチカチの普通はこうやろ。そうかそうか。なんで芋やの。芸者コントか。あれめちゃめちゃおもろないこれ。笑ってるけどもっと受けてもええかな。もうええっちゅうねん。カバンからシューッとあの頭のマネキン出してパパ。形崩れたらあかんか。もうそこまでやるわ。やるやるやる、うんうん、ね、ほんなん女の子も黙ってへんがな。カパ。もうやる思った。もう絶対やる思った。女も行った。女も取るわな。でまたマネキン出して置いた。お置いた。お前おつゆの玉飛んだぞ。そいで、そいで、ほんな、ほんまにもうさあ今からっていう時やんか、うん、女がね、うん、恥ずかしいって言うのよ。そりゃそうでしょう。電球が高校とついてる。言うてもね、明るいから高校とついてるからね、うん、絶対嫌やって言うんですよ、うん、で俺も説得したんよ、うん、できるだけ俺もほら明るい方が好きやから。あ、そう。俺も真っ昼間みたいなのが好きやん。ものすごい明るい方が、めちゃめちゃ明るいのが好きなんですよ、うん、で今説得したんですよ、うん、僕のストロベリートークでね。甘酸っぱいトークですよね、うん、それでもやっぱり女の子は嫌って言うんですよ、うん、ね、うん、でしゃあないから正月おろしたてのですよ、この YG のシャツをですね、上にパッとかけたんですよ。軍勢 YG ね、うん、豆電球にパッとかけたの、うん、ちょうど A ぐらいのクラスになったんで、あ、なるほど、かぶるから、ね、これやったら任せてもええわっていう許可が出たんで、うん、ね、それでよし分かったっていうことで二人のこのなんていうか絡みが始まったわけですよ、うん、ほんならちょっとしたら女がボロ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 泣き出すんですよ、うん、あ、君したらええもん持ってたと思った。俺はええもん持ってんねやと思ったんですよ、うん、初めての女がここまで言わすわけですから。なあ、じゃあ違うんです、女が目が痛いって言うんだよ。そういえば俺もボロボロ泣いてるんですよ。ずらっとった二人は泣きながら、泣きながらよ。うん、目が痛いずらーってなもんや。ね、それで見たら部屋中がブワー煙だらけなの。パッと見たら俺の YG がブワー燃えてるんですよ。ほんで窓開けてガー換気して、もう火がね、もうほんまにベッドにまで移るぐらいね、火が出てたんですよ。ほんで水ブワーかけてね、なんとか朝まで着いて、うん、そういう初体験でしたよ。その後はどうなった。その後二人は文字通り燃えたわな。もうこれっきりにしたいとか思えへん。指はええわ、手の、うん、足は嫌やな。足はもう一回切ったら一生してくれんと。小指とかなったらなんか姿勢がこんなんならへん、なんか切るときな、うんうん、それだから足の指だけはもうなんか一生で一回切りでええわ。足の指は別にええわ。なんでやねん。手の指のことを今言うてんねん。いや俺は足やねん。あ、どら、うんこがってよ。もう最後にしてほしない。もう一回、もう1時間で、1時間やり放題でもええわ。その代わりもうこれで最後にしよう。俺絶対嫌や、1時間やり放題なんか。1時間ずっとババ出てんの。そうや、そうや、ブレ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 。そうや、そうや、それはええわ。でもなんか我慢すんので気持ちええ時もあるやん、なんかギリギリまで我慢してガー入ってブリってやるのもまた。ああ、それあかん、それあかんって、それ絶対あかんって。俺それで何回も失敗してんねん。お前ええ大人が失敗しなよ。失敗してるよ。もうあれやんか、もうあの、あ、なんやの、あのエレベーターでもマンションでもバーもう帰ってきて、うん、それまで全然大丈夫やったくせに、うん、エレベーター乗り出したくらいからゴッツン、ゴッツンとしたなるやんか、はいはいはい、ほんでもううわー焦るやんか、ほんでもうたまらんねん。でもう何あれ、スーパーマンみたいな状態になる。もう走りながらうわいいよなあ。でもうふわ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 わわわわわわんていくでしょ。何やったら飛べるもん。もう飛べるもん。でそのままスルーンってズボンずれて目指す便器のここに来た時にプリッて出てもらえるからいいんですよ。ほんまに。いやほんま、それはお前失格や。
両親のエッチを見てしまった時どういうリアクションをすればお互いに気まずくならずに済みますか。あんたどういうリアクション取ったんですか。もうね、これねもうほんま正直なんですよこの世の終わりですよ松本さんに質問です。あ、野球詳しいですね僕は。来シーズン松井がメジャーリーグで活躍するために必要な書きくけ子を教えてくださいまあいいですよ。マジで、うん、教えたっていう。何がですの。活躍するために必要な書きくけ子教えたってください。これは本当に松井、おい松井見てるか今まあまあ見てるかどうか分からへんけど、まあ、知り合いが見てて教えてあるかも分からへんすえ教えたって帰ってよ松井。何でや帰ってきたらあかんわ。活躍する書きくけ子教えた。何すんの。活躍するために教えたってよ。これ守ったら大丈夫やっていう書きくけ子教えた。やっぱりね松井はすごいプレッシャーやと思いますよ。ああそりゃそうやろ。こんだけね、うん、言われてそりゃそうや。日本をね、うん、日本国民もみんな期待して、うん、そりゃそう、うん、これはもうプレッシャーっていうともうそんなもう半端なもんやないしないやそうですね。あだから頑張れ、まずいよ聞いとけよ。それだって、松井にエールを送ります。はい、かきくけ子ですよ。かきくけ子、これ5つや、うん、これだけ守ったら5つもあるんだ。まあでもこれ守っときゃ大丈夫、うん、でしょ、うんうん、活躍できるわけ。はい、これ、うん、これ本当に松井に届けてほしいですよね。いやまあ見てなかったらじゃあ日テレからか。いやどっちなの、届けんの届けないの。届けないならやらないわよ。届けますよ本当に。カンパケね送って。本当にカンパケ送る。松井頑張らなあかんねんか。もうちょっとそんな低いとこから行かんでも。聞いてるか松井。うん、そう聞いてるよ。お前は、うん、しょうもないお前じゃあまずそういうとこからね一回落としと一回落としといてほんで上げる上げるみたいな。そらそら聞けよ松井。ほら聞けよほら松井誰言ったれ。いつまでそのそらそらエアできんじゃん何かお前はお前もうベルトお前ここやないかいつおかしいやろかセンター曲げにもほどがあんじゃん。ええ言ったれこれから松井。お松井あゆいお前松井って言いたいだけやろ。あゆうたれよかきくけ子。これからお前に言うたれ言うたれこれからお前にこの大リーグで頑張っていくための、うん、かきくけ子なあだから聞けよ松井。お母さんはねえシュッ松井もうええ加減あげるもういやいやいやこれが守られへんようでは死ねって言われてる。言葉足らずや。言葉足らず俺はそういう無骨なとこがあるぞ松井すまんの松井すまんよ聞いてくれ。うんお行くぞ行ったらへん松井いやお前松井って言わないだけやん。確かにずっと言うてた気持ちやけど松井松井って、うん、松井よ。あはい行くぞ、うん、松井。はい松井よ聞けよ。ほらスポーツバッグに松井こっち見ろほらお前なこっち見松井お前泣いてんのか。何松本さんの自宅の一室が徹子の部屋になっていると聞いたのですが、それにより生じるメリットとデメリットを教えてください。まあいいこと悪いことありますね。え、お宅のその家はどういう間取りになってるの。部屋は、3つかな。 3L ね。はい。ほんでその一室がそうですね、それを徹子の部屋になってる。それに使いたいっていうことででまあ OK したんですけど。なんで OK すんの。あの家賃の 20% 出すっていう
まあまあまあ悪い話じゃないな。でも徹子の部屋になるんやで、そこ。そこはね、嫌じゃないの。でもまあ使ってもいいよとは言ってたよ。その私がおれへん時はいいよって言ってましたよ。ああその部屋ね。うん、うん、いやメリットとデメリットを。メリットはいろいろありますね。何。まあたまにもうさっき帰ったらもうさっき来てて、うん、軽い洗い物ぐらいはやっといてもしますけどね。それ別に若い子の方がええんちゃう。まあでもそこはやっぱり丁寧にやってくれはるんでね。徹子、うん、そんなんはええなって思いますよ。ちょっとおから炊いてあったりとか。そんなんはいいですね。デメリットは何。デメリットはまあいろいろありますけどね。ありすぎるやろ。そんな女の子自体がデメリットやもん。こたつの上に頭ごとポン置いてあるときおんのかなぁ思たら、あーちゃうわみたいな、頭かみたいな、ね、みたいなびっくりはありますよね。生活するのに邪魔にはなってないわけ。じゃあズラがですか。違う。徹子の部屋があることによって、ああ別に邪魔にはなれへん、ま、ちょっとね今日休みでゆっくり寝たいなと思ってってもね、うん、結構なんかラーラーラおるときにやるな。おらんときにやれ。なんでやん。うわもう始まったで、もうそんな時間か、もうって思って今日はね、アグネスさんが来てますアグネスかみたいな、あおいアンバーがありますね。絶対嫌や、そんな。たまにシャワー浴びてはる時もありますよ、帰ったら。え、それはそうでしょう、別に。いや、リビングの方とか来ないですよね。来ます来ます。なんで来んねんな、そっちの部屋だけやろ。いやもう腰にバスタオルだけ巻いてって言ってた。おっさんガーボローお前、お前お前駐車道の駐車場でシャッターの開け閉めのリモコンでちょっと喧嘩なりかけましたけどね。あれ1個しかないんで、うん、私は欲しいとか、いやそれはとか言うのでも向こう 20% やろ。 20% やけど、まあ私の方がいっぱい使うし、そこは分かって。私の方が使うってどういうことや。お前もいいや。今月は徹子、今月は俺みたいな。今月は徹子なんで、月かけたらもう電話したら徹子がもうシャッターの向こう側に降りてきて、フィン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 って上げてくれるんですよ。それお前の彼女やもん。そうですか。そんでみやん一緒に。まあ、その時でもバスタオル1枚ですけどね。降りてきて上げるぐらいやから。ピッてやったら息をね。そうそう。それはね、最初はね、あくまで立っててくれたもんですけどね。もう慣れでいいだろ、もうピッて。たまにドアから手出てるだけの時ありますけどね。うわー、愛想ないなーみたいな。何言うと。もうないとかな。水がめ。絶対嘘やねん。もう分かったやんねん。ええがな、別にこっちは不足してないし。まあそんなん言ったら電話かってくんねん、なんちゅうこと言うねん言ってね。でこう切ったらええねんから。昼ぐらいやったら喋んなや、もう喋りたいやんけん。お前が死んだろ。お前が死ぬよ。お前こそ内臓、お前殺したのかな。左手ネットお前ほんまトランク詰めてどっか連れてったのかな。マゴロさん、ウルトラ兄弟の末っ子の松本さんに質問です、はいはい、ウルトラの父が毎日息子たちに対して口を酸っぱく言っていた言葉とは何ですか。あ、それかつてジャパンカップで3年連続優勝騎手となった松本さんに質問です、はいはい、競馬の騎手はゴール直前馬を奮起させるために鞭を打ったり後頭部を手で押しますが、うん、それでも走らない時のために最終手段としてある裏技があるそうですが、それはどうするのですか。今の説明を聞いてるとね、はい、結局全部同じところにこう気持ちがいってますね。というのは馬を走らすために馬を痛めつけるという方向に走ってるじゃないですか。これは子供の教育と一緒ですよ。痛めつけて勉強しなさい、うん、勉強しなさいこの子はって言って勉強
しましたかと。それはどうですか。なんで俺がそんな怒られるんですか。ねえ、ちょっと面白かった。あなた子供の時考えてみ、はい、ねえ、親から叩かれ叩かれ、ククを覚えなさい、ククを覚えなさい、それでバラすか。そうでしょ、はい、それはそう、それを僕は言ってるわけですよ。なるほど、いやそれはよくわかりますよ、はい、こんなガンガン頭ごなしにやられてもね、頭ごなしにやられて反発してしまいますよ。反発しますよ、馬にしたら。あなたが馬ならどうですか。いや、嫌ですね。そりゃそうでしょ、はい、もうそのもう馬肉がもう拒絶反応を示しますわ。いや、あいつはもう全部で馬肉やから。別にここが馬肉とかそんな不義理はないもん。いやいや、馬自身よりももう馬肉がもう嫌がりますわ。ね。馬魂。ああ、わかります。ね。わかります。バカ、うん、それがもう全部拒絶反応を示します。それはそうです。そういうもんですから。そういうことするなと。これはあの馬に関してじゃなくて、はい、やっぱり叩かれたら誰だってナーバスになりますから。はいはい、そうでしょ。いい気はしないですね。いい気はしないですよ。はいはいはい、うん、はい、だそれをやめてくれって俺は言うてんねや、お前に。出てきて数分で拳でガーン。馬肉がおかしなの。馬肉かって。いや本当そうですよ。いやだから今言ってんのは、はいはいはい、最終手段を教えてくださいっていう話ですよ。ムチと首以外であるんでしょ、うんうん、それでも走れへん時の裏技を教えてほしい。ああ、裏技ね。これはでもそういうことしてやるなっていうことでしょ、あなた。そういうことしてやるな。僕ね、本当に僕動物愛護協会ですよ。のナンバー2の人間です。えらー、来年にはもうナンバー1なんです。去年ナンバー8でした。おええやん。ガーン、今年1年で跳ね上がりましたから。すごいな。ものすごいですよ、動物愛護協会。はい、ええ。いや、どうしてやるんですか。殴ったり押したりせんと。ああああああ、それを教えてください。どうしてやったらいいと思う。どうしてやるのがええねん、お前は。馬はでもね、あれパンパンやられるからって別にムカついてるかって言うたらちょっと違うような気するんですよ。いやでも痛いから走るんでしょう。まあ動物の生態をもうちょっと勉強した方がいいかもわかんないですよね。まあ、そんなんええから裏技教えろや。これやったら走るっていう機種が、うん、機種がまあこう乗ってますわな、はいはい、こうバーンって。それでも走らない。最初はうんって頑張るんですけど、うん、もう無理ですわ、うん、無理ですわ、うん、ってなるわけです。首が押さえるわ。首がーって痛い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 。もう無理ですわ無理ですわってなるわけです。でももうゴール直前ですよ。もうダッシュかけたらもう何とかしてほしいという時にね、うん、機種が一つ、これはもう本当取っておき、こんなもん絶対二度と聞けないですからね、うん、よう覚えておいてくださいよ、はい、機種はね泣くんですよ。馬の背中の上でもう。ほんなら馬は泣いてはるって。あんなに厳しかった人が、あんな厳しかった牧野さんが。何や牧野さん。牧野さん泣いてはるって思うわけです。ほいで頑張ろうという気持ちになるんですよ。頑張った方ちゃうの。いやあかん言うていい。どうすかお前。何や何やね今日は。それで嫌な感じやな。ああなるほどね。まあいいじゃないですか。もう今、ああそうですね、もうみんな分かりましたですけど、いつか言うたらないかんと思ってるんですけど、私ほら昔大喜利とかようやりましたな、うんうんうん、いや私はよく覚えとるんですけども、うん、こんな珍獣おったらおもろい、うん、みたいなあったでしょ、うんうん、あの時にね、うん、僕が書いた答えでよく覚えてんのがね、うん、ぐったりパンダいうのを書いたんですよ。はいはいはい、ごっち熱で出てね、うん、ぐったーってしてるパンダなんですよ、はいはい、それ結構おもろかったから俺もよう覚えてんの、はい、お前覚えてる。覚えてますよ。覚えてるでしょ、はい、最近ちょっと巷でブームになってるタレパンダ。あれは絶対あれのパクリや。え、そんなんあんのタレパンダ。タレパンダってぬいぐるみでちょっとぐたっとしてんねん。あれは絶対俺のパクリや。そんな顔真っ赤かにしてますよね。
なあ、そうかもしれんけどさ、石になったらかっこ悪いやん。ごっつい痩せてたわ一瞬。同じパンダのわけないやん、ぐったりしてんねんたら別にキリンでも何でもええわけやん、それをたパンダにしたって石にならんねん。もう全部伝わってるから、もう大丈夫やから。いや別に怒ってるわけじゃないねんで。ほな、何やねん。まあまあね、ちょっとお知恵をね、あの松本さんのお知恵をちょっとかお借りしましたみたいなことでね、ちょっとこう挨拶に来いと。まあ挨拶も来にくいなら来にくいで、まあ、なんぼか包むっちゅうなことを。おい、ちょっとおい。何やねん。思いません。でもいや、まあまあそうやな、サザエボンから始まり、まあそらそや、ヨウさんパクられとんねんこっちは。怒ってるやん。まあでもほら、あれはキャラクター的に可愛い感じに仕上がってるから、まあ売れると思ったんちゃうの。俺のあの下手くそなミッキーマウスの絵、あれを T シャツにプリントして売ってやがったと思ったんやね。うそ、ほんまやな、あんなもん俺しか描かれへんちゅう。それはあかんな。いや、ええ意味でやね。あるからもうあれですよね、おもちゃ業界も汚いですよ、おもちゃ業界、あれあるじゃないですか、ファービー、なんか喋るやつ、喋るやつ、うん、あんなもん絶対嘘やからね。いやいや、嘘ってどういうこと。あのね、あれね、うん、こうだんだんこう家におって喋、うん、りかけてたらだんだん言葉を覚えるっていうんですよ、うんうん、絶対嘘やからね。騙されたらあかんで。いや、だからなんでそんなことが言えんの。来た。じゃあね、違うやん、君が勝ってね、はいはいはい、1ヶ月でも分かった、よっしゃ分かった、共によっしゃ分かった、共に暮らしたんやったら、オッケーオッケー、いいね、いいアシストしてくれたね。あれがなぜ嘘か、はいはい、俺が一言でバスッと決めたるわ。あ、言ってください、言ってください、根拠なく俺は嘘や言うてんちゃう。ああ、なるほど、これを聞いたら、うん、なるほどと。なるほど、まっちゃんさすがやぞ。うるさいねんもう。いいや、なんでそんなことが言えんねんと。あ、お前が、もう一回言う。そして俺がポンとその一言を言うことによって、うん、なるほどと、これもう決めときますから。オッケー、わかりました。なら、あなた、あの男の人が、うん、あなた、なんでそんなことが言えんねん、うん、なんとかなんとかって言うと、あなたがまっちゃん最高って言って、うん、OK、 それはどんな答えであっても言わなあかん。いや、もうそうなるに決まってるんですよ。言ってしまう。で、まっちゃん最高って言うと聞いたら、あなたは失神しそう。ほいで、ほいでお前は、うん、まだあんのかい。いつまででも俺の相方で追ってくれ。だってね、それぐらいバシッと俺決めれるんですよ、これは。お前はい。じゃあいいですよ、はい、ファービー、ああ今売れてますよ、ね、最近売れてるらしいな。ああ、そうそうそう、なんやあれ。え、何がなんかアメリカでエラー流行ってね、うん、おい、なんや、なんや、聞いたらですよ、あれは新しいおもちゃやとか言いましてね、うんうんうん、こう喋ってることをだんだん覚えて、うんうん、ファービー自身が喋るようになる。あ、そう、言うてる言うてる言うてる。エラーアメリカで当たって今度日本の方に持ってこられて、うん、日本でも今ブームになりかけて、今みんな買いに行ってるね。なんや、もう完売したとか言うて。すごいわな。みんな騙されたらあかんよ、あんなもん絶対嘘やからね。なんでやろ、お前なんでそんなことが言えんねん。だってそうやん。あ、なんや。何やねん、何で出えへんねん。お前しか分からんことやんけ、そんなもん。俺どうフォローすんねん、そんなん。こっついプレッシャーやねん。一言やねん。一言で言わなあかんねん。だからなら言うとあかんねんで。オッケーオッケー、分かった、頼むでお前。あ、もう分かりました、もう絶対もう絶対言えます、もう絶対言いますけど、うん、ちょっと不安なんですよ。どういうことか、彼らがちゃんとできんのかな。いや、それできるでしょう。ちょっと練習していいですかね。もしかしてできへんかったら人変えなあかんし、ね、人変えなあかんから、ここ盛り上がりにかけるからね、これここパシッと決めんと、そんなもう数字がドーンいきますから。スガちゃん2個。練習しましょう。練習ちょっとさせてください。何々何々やからね。うん、それでいいの。うん。
そういう言い方ね、うんうん、何々何や何やからね。ねまっちゃん最高。失神しそう。俺出えへんわ。なんでやねん。いつまででも俺の相方でおってくれ。頼む酒井に。ほんで俺が、あっはっはっは。お前何もええねん。あんた次第やん。いやもうこれ噛んだらこれ噛んだら最悪ですよ。もう芸人失格ですよ。え芸人失格ですよ。ほんまにそんなことなんかな。オッケー分かった。行きましょう。知らんがな、そんなもん。出だしはどうでもええがな。いきましょう。そしたらから始まるわ。ファービーってあれ見るでしょ。 あれがね、あのアメリカでエラー当たった言うてね。そうね。どんなんか言うたらね、ぬいぐるみなんですけどもね、喋、うん、りかけているとだん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 その言葉を覚えてね、うん、自分からも喋るようになる言うて。らしいね。ごっつい売れたんですよ、うん、で今度日本がまたそれをあれしてよね、うん、日本でもこの間売り出したらすぐに完売した。そうそうそう、めっちゃ流行ってるんですよ今ね。あんなもん絶対騙されたらあかんよ。なんでな。だってお前あんなもん日本語版が存在することがおかしいがな。やってもうた。よしか解決方法ないやん。ようかんと最後仲良しだ。いつも二人で蜜ようかん。何もなかったことのように。ようかんの嫁。夜は栗ようかん。はは。どうもお元気ね。元気だね。なんかね、あれらしいですよ。いろんなブームありますけども、うん、えらいあのファービーいうのが流行ってる。今流行ってるね、うん、あれは僕も欲しいね。すいません、僕本当に今日もう冒頭からディオ、ブラジル、ブラジル、ブラジル。何人？インド人です。バカじゃないの。ほな何かインド人はブラジル行ったらあかんの。いやあかんことないけど。俺の彼女なめんな。いやいや、なんか辻褄合えへん。だからインドからブラジルの方に行ったんですよ。カレーが辛いって言って。我が国の味やんけ。しゃあない辛いの。それで飛び出して行ったんですよ。もうやってられない。やってられない。辛すぎる。でリオンに住んで、うん、まあ向こうではもう恋人もいるらしいですけど。いやあかんやん。お前関係ありん。何を言ってんの。松本さんがこの世に生まれてきた時の第一印象を教えてください。いやーって出てきて。まず僕はサンバさんに取られましたからね。はい。はい、引き取られたの。捨て犬や捨て猫を見つけると放っておけないという心優しい松本さんに質問です。はい、これマジですけどね。先日捨てゴリラを拾ったそうです。ゴリラを飼い始めてみて分かったゴリラの変な習性があったらぜひ教えてください。いやまずそのゴリラを拾ったというのは、拾ったというのは少しあの誤りがありますね。うんうんうん。どういうこと。預かったって言った方が早い。え、どれぐらいのゴリラ。どれぐらいのゴリラっていうのは大きさ。あ、大きさ、まあ、大きさ言われてもね、それどっからどこまで大きさと言えるかどうか。ねえ、違うな、こんなもんやとか。あ、こんなもんやとか。だいたい主演のおっさんぐらいですよ。ちょっと呼んできて。目安が分かれ、目安が。ここの主演のおっさんとは言うてへんがな。だいたいみんなの描いてる主演のおっさんぐらい。だいたいみんなの。これぐらいあるの。まあまあ人間サイズですよね。でかっ。ゴリラでしょ。ゴリラですよ。うん、うん、誰から預かったの。あの親ゴリラからです。親やと思いますよ。これ断定したらいかんけどね。そいつより大きいやつにお願いしますって言われたから。あれは親なんでしょう。ゴリラの変な習性があったら教えてください。まずね、
こたつをすぐ切りますよ。それおもろいな。なんか寒いな思たら、またお前。で今たに冷蔵庫のブズン、ブンっていう音にも絶対見ますよ。そらゴリラなかったって見るやろ。この2点だけはずっと変わらない。あとはまあうんこする場所は覚えたり、マウンティングがちょっと減ったりとかはあるんですけど。マウンティングって、マウンティングじゃないですかね。そうなん、あれマウンティングって言うんですよ。あ、そうなの、マウンティングって言うんですよ。ゴリラ面白いですね。でもどう、犬やあんなんとはやっぱり違いますもんね。そんなん別にあんな人間とあんま変われへんから、ババカってトイレでやらしたらええじゃん。あ、うんこですか、うん、うんこはね、やっぱり流れないですよ、ものすごい。ほんまに、もう蓋閉まれへん、蓋。え、流れへんって、そういうこと。そんなパパここわけないやん。ものすごいんですよ、ほんで蓋閉めやがったから、蓋開けたら蓋についてんの。それぐらいなんですよ。もう、グラスもね、よう見よるんですよ。何でやろ。アロテン、アロタでそれ言うてんだけど。先日まで FBI 心理プロファイリングのプロスペシャリストとして活躍していた松本さんに質問です。はい。エッチの時、女性の演技と本気を見分けるにはどうすればいいんですか。軽くこう話題になってましたね。まあ少なくても俺が今まで抱いてきた女は演技はしていない。うん、まあ僕はもう今はもう立ちませんけども。最悪や。僕はもうレジデンタルインポなんですけれども。何。だからこそ今になって見えてきたっていうことはありますわな。それはね、男の人はなんか一回やってみたらいいんですけど。あ、いや、やってみたらって。いい、いい、言うとるでしょ。で、わー言うてるときにね、耳元でね、はいかーっつって。ただね、演技してたらね、お疲れ様でした。明日何時って言う。明日何したって言いますか。プロや。でもね、バーやってるでいいね。お前それ演技ちゃうんかってもし言われたらどうするんでしょうね。そんなん俺怖ってよう言わんけど。ほなあんまり自信ないね。いやいや、俺のは分かるわ。そんなもん分かれへんがな、聞いたわけではないし。食いつきがちゃうもん。例えばね、猫とかでもね、餌あげるでしょ。ほんとね、ガー食べてますけどね、ほんまにね、白身魚のええとこやったら、うまんがんがん、うまんがんがんって言うんですよ。そらあれですもん、僕が今まで抱いてきた女は。あ、うまんがん。あ、うまんがん。食いつきが違うもん。そんなもん、お前、別にお前だけやないやろ。ソファー飛び越えてくるもん。松本さんの自宅の一室が徹子の部屋になっていると聞いたのですが、それにより生じるメリットとデメリットを教えてください。まあいいこと悪いことありますね。え、お宅のその家は どういう間取りになってるの。部屋は、3つかな。 3L ね。はい。ほんでその一室が、そうですね、それを徹子の部屋になってる。それに使いたいっていうことで、でまあ OK したんですけど。なんで OK すんの。家賃の 20% 出すっていう。まあまあまあ悪い話じゃないなって。でも徹子の部屋になるんやで。そこそこはね、嫌じゃないの。でもまあ使ってもいいよとは言ってたよ。その私がおれへん時はいいよって言ってましたよ。ああ、その部屋ね。うん、うん、いや、メリットとデメリットを。メリットはいろいろありますね。何。まあたまにもさっき帰ったらもうさっき来てて、
軽い洗い物ぐらいはやっといてしますけどね。それ別に若い子の方がええんちゃん。まあでもそこはやっぱり丁寧にやってくれはるんでね。徹子、うん、そんなんはええなって思いますよ。ちょっとあのおから炊いてあったりとか。そんなんはいいですね。デメリットは何？デメリットはまあいろいろありますけどね。あの、ありすぎるやろそんな。おること自体がデメリットやもん。こたつの上にあの頭ごとポン置いてあるわおんのかな思ったら、あーちゃうわみたいな。頭かみたいな、あの、ね、みたいなびっくりはありますよね。生活するのに邪魔にはなってないわけ。じゃああのズラがですか？違う。徹子の部屋があることによって、ああ別に邪魔にはなれへん、ま、ちょっとね今日休みでゆっくり寝たいなと思っててもね、うん、結構なんかラーラーラー押す時にやるな。おらん時にやるな。いやもう始まったで、もうそんな時間か、もうって思って今日はね、アグネスさんが来てます。アグネスかみたいな、あおいあみたいな、ありますね。絶対嫌や、そんなたまにシャワー浴びてはる時もありますよ、帰ったら。えそれはそうでしょう、別に。いや、リビングの方とか来ないですよね。来ます来ます。なんで来んねんな、そっちの嫌だって。いやもう、腰にバスタオルだけ巻いて来るとか。おっさんガードボローン。お前お前お前駐車道のあの駐車場のあのシャッターの開け閉めのリモコンでちょっと喧嘩なりかけましたよね。あれ1個しかないんで、うん、私は欲しいとか、いやそれはとか言うの。でも僕は 20% やろ。 20% やけど、まあ私の方がいっぱい使うし、そこは分かって。私の方が使うってどういうことやん。お前もいいやん。今月は徹子、今月は俺みたいな。で今月は徹子なんで、月かけたらもう電話したら徹子がもうシャッターの向こう側に降りてきて、フィン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 って上げてくれるんですけど。それお前の彼女やん。そうですか。そんでみやん一緒に。まあその時でもバスタオル一枚ですけどね。降りてきてあげるぐらいやから。ピッてやったら息をね。そうそう。それはね、最初はね、あくまで立っててくれたもんですけどね。もう慣れていいだろ、もうピッて。たまにドアから手出てるだけの時ありますけどね。うわー、愛想ないなーみたいな。何言うとんねん。ちょっと変えないかんな思ってね。何多いな。もう運動不足でしょ。そうそう、前から言うてるもん。すぐ体がギクシャクするもん。もう俺はもう変わるよ。変わるよというか、まあ昔の俺を取り戻すだけの話だけどね。うん、ちょっと言うてる意味が分からへんねんけど。こうやってきたよ。何多いな。もう今俺あの部屋、真ん中にある部屋がね、うん、もうすごいよ。何がいいの。ちょっとしたスポーツクラブや。あ、そら何、金に物言わせて。いやいや、金はあれへんけども、ローンやけども、ね、おとついも腕立て100回、あ、腕立て100回じゃあ腹筋100回、腹筋100回やで、お前できるわな、100回ぐらい。うっ今でもほら、昔やったら今のあーかって、あーって言ってたんも、はっ全然幅ができるっちゅう話やろ。昔のほらもうあの頃の自分っていうもんをね。いやいやいや、あの頃も何も、お前昔別にそんなガーなってたわけじゃないよ。なってたわ。お前いつもプニプニやったやないか。だから運動せえ言うてんねん。お前ほんま人聞き悪いな。俺はつまり今やからこそこうやって酔うてんのか。やっとるけどもな。普通に喋れよ。いやいやいや、酔うてへん酔うてへん、そんなあかん。いや、あかんことあれへん。牛の何やねん、迫り来る牛を。いや、どこにおったんや。水牛みたいなものの。いや、どっちやねん。角風のものを。いやいやいや、角かい。いや、はっきりしてくれ。
牛の角風いうのはどこについてる。牛風のやつが迫って、牛風ってだからなんやねん、馬なんかよ牛なんかよ。角風の部分を折ったとか折らんとか言われてる。わけわからんわ。何でもええわそんなもん。え、何やねん、言われてたような男やわ。ああ、そうでっかいな。まあそれまあ取り戻しますから、ね、もうそれはもう やってください、やってください。俺の体見たらやっといたらよかったと思うで。いやいや、まあまあそれはまあ、ごちょうほんま触ってみ、ちょっと、え、マジ触ってみ。何で動いてんの。動いたやろ、もう。お前が一生懸命こうやってんねやな。胸筋になってないがな。まあ胸筋触って胸筋になるのやかましい。頑張って頑張って、ほんとやらんといかんのですよ、ね、うん、どうですか。お仕事はどうですか。毎日一緒に動いとんねん。どうですか言われたって。あ、もう俺腹立つもんが、わけのわからんアンケート、うん、んなもん嘘ばっかりやねん。何を言ってんねん。なんかな、芸人、お笑いタレントでケチな、あ、自分1位かな、俺なんか1位とか。あんなもんな絶対聞いてないって。いや、そりゃ分かれへんがな。もうなんか俺のランク言ったらごっつ低いねん。なんかそういうのだけは高いねん。もう絶対嘘やもん。そんな石ならんでも俺高れたら2位のはずやもん。おお、鼻伸びてる鼻伸びてる。おお、かなり男前やねん。噂やからな。ちょっとこれだけ。でまあ、素人あんなん呼んでね、うん、あ、まあ、じゃあケチなんやとかね、勝手に思い込むやろ。いや、まあそれはそこまで思えへんでしょ。あ、私はもうほんまやめてほしいよな。いや、信じてほしくないわ。いや、だからケチじゃない言うてるやん、もうええやん。ケチじゃないねろ。また鼻毛出てるわ自分。またアンテナ出してるわ。いや、おかしなこと言うね。お前ここにほくろあるやろ。あるよ。また今日こいつほくろあるわって言われてるんですよね。いや違う違う。鼻毛とほくろは違うやろ。鼻毛とほくろは一緒やろ。いや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 、なんとかしたらできるもんやないか。鼻毛はこれは取ろうもでも無理やんけ。そんなもん取れるやん。取ろうもそんなブチって取られへんわな。ブチって取れるやん。そうか。いやいやいや、出てる出てへんじゃなしに抜けるやん、ピッとやったら。いや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 、それはならんぞ。誰に言ってんの。そういうわけにはいかんのかな。なんでやねんな。お前が、うん、だからこうやってテレビ出てても、うん、俺が鼻毛出てようが出てまいが、うん、テレビ見てる人には客には全然わからんことやな。まあそらそうやな。それをお前が鼻毛出てる鼻毛出てるみたいな、まるで俺が鼻毛出てるみたいな。もうええわ。そう来るか。喋ってて失礼や。何入れてんねん。まあ入れてんのにこうやられたから。あっと思ったわ。入れるな。かいんや。だから出てるからやろかい。きれいにせえ。入れるな、ね、出すなよ。どっちやねん。ふんしたら、あ、鼻水出てる。いややわあ。んやねん、鼻水バーン出たで。ここのちょっとね、動物のことを僕みんなにしてほしいと思いますよ。あ、そうですか。僕はまたあのちょっとマングローブの話、マングローブの話もあるんですけども、まだどん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 知識知れてますから、はいはい、あのリスの話っていうのはもういい。いや、これものすごいいい話なんですけどね。いや、もういい。あのね、何分ぐらいかかるの。いやいや、もうそんなにかからない。ええ、小1時間ですよ。いや、あかんよ。いやいや、もう大丈夫大丈夫。1分ぐらいにしよう。あ、1分ぐらい。リスっていうのはね、いや、俺に言わんとみんなに言った。俺はお前に聞かしたいの。そしてお前を泣かしたいんだよ。もらい泣きする話。分かったわ。あのね、リスっていうのはね、どんぐりを食べようるんですよ、うん、どんぐり、分かります、はい、でね、リスっていうのはあの全部よう食べへんのですね、うん、お腹いっぱいになってしまうし、でね、どんぐりを拾うとね、トコ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 っといってね、どっかにどんぐりを隠してまいよるんですね、うん、ところがリスはアホなんです、うん、どんぐりを隠したはいいが
自分がどんぐりをどこに隠したとか、どんぐりを隠したことすら忘れとるの。ね、うん、リスってアホやなって思うでしょ。ところがそれをすることによってどんぐりはリスによってどんどん運ばれていくわけですね。これマングローブの話と全く同じです。どんぐりはどん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 自分のエリアを広げていってるわけですよ。アホなリスによってどんぐりは助けられとるんです。どうすか。でね、これね、テレビをご覧になってるね、まあ小学生ぐらいのお子さんがいる方は、もう絶対にね、あれは見せてはいけない。いや、それはもう体勢にもよるやんか。あんたが見た体勢はどうやったの。一回だけじゃない。あ、ほんな見るたんび体位が違うわけ。そう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 。ほら、バラエティーに、うん、こんなんやってる時見たら嫌やろな。おかん抱えてこんなんやってると思う。もうな、もういけいけーほーれほーれほーれ。親父も乗らなしゃあないやろ。もっと一つ声出して。はい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 、はい、変わってもういや、もうそこまでいったらもうそうですよ。何回か言ってると思いますけど、笛忘れて取りに帰ったら、おったやってない。そうですよ、怖かっただよ。笛忘れてる思えへんがな、うん、もう自分は笛吹いてたよ、ね、自分は笛吹いてたからね。あ、ちょっと待って、訴える。なお前を訴える。なんでやねん。なんでやねん。セクハラや。俺お前何をしてないよな。ファミリーハラスメント。家族的嫌がらせ。お前もいつもって言うてたから。古今東西英語で褒め合ってください。うん、キュートとかビューティフルとか。うん、ちなみにこれはもうなしです。うん、はい。褒めて。ちょっとね、山崎さんどついていいですか。あの子ね、あの子やっぱり、ね、あの子頭おかしいですよ。どうおかしいの。あのね、グアムでね、なんかショッピングセンターみたいなあるでしょ。あれ何、デニーズのあるショッピングセンター、何あれ。デニーズのある、デニーズの張ってるショッピングセンターあるでしょ。いや、まあまああるんでしょ。そんなめっちゃめちゃ広いわけでもないですよ。はい、ほんで、まあまあ飯食うてね、うん、なんだかショッピングセンターうろうろ、みんなでまあまあ5、6人ぐらいでうろうろしてたんですよ、男同士でね。はいはい、ほんだらなんとなくね、その自分の見たいもんも見つつ、うん、みんなを背中で感じながら自分の見たいもん見るじゃないですか、ああいう時って。まあまあ離れんように、離れんように、うん、まあこれは見たいけどみんなもどうかなみたいな、うん、で、俺はここにいますせーの、運勢入りますせーみたいな感じでこうやるじゃないですか、うん、ね、もしこのズボン履いてみようと思って試着室言われても入りますせーね、やるじゃないですか。いや、まあそこまでせんでもええやん。まあまあまあ、まあ、いわば、うん、あの子アホやから、うん、もうなんかもうふわーって行くんですよ。勝手に勝手にもううわー行くんですよ。でも結局ね、もう山崎を探す感じ、もう後半から山崎どこやねん、あーなるほど、山崎どこやねんってなるんですよ。はいはい、もうみんなもう買い物もできんと山崎探しになるわけですよ。ほな向こうからね、おばあんが来て、めっちゃーって来たんですよ。うわ、むっとしなおばばと思って、また写真とかなんか言われんちゃうかな思った。うん、あんたあれやで、もうあの山ちゃんが、うん、もうみんながはぐれてわからんからホテル帰るってタクシー乗って帰った言って言うといてくれておばちゃん言われてんの。はぁーかっかえろりキムやかっかえろり。おキム出てきたな。おい、あ、そう、あの子おかしくないですか。お前が探して見つかれへんものを、うん、そのおばあんとおいらは絶対に会うと思ったことがびっくりする。15人のおばあんに言うたんか。いや違う、一人のおばあんに言うとるだけや。そのおばあんがおいらと会う確率とお前がおいらに会う確率と何が違うんだよ。いや、むしろお前と会う確率。うるさいわ。もうそんなストレスでね、もうほんまもうプッ
ってね、おホテル着いてガッチャン開けたらもうこんなんですよ。うっそーん、先輩風やん。構えねえやん。何や先輩風。なんか先輩やん、俺より。やってることが。そんなこと松本言うなって言われるかもわからないですけども、はい、もう今日はもう本当にお眠に入ってしまいました。言うな、ね、お前松本そんなこと言うな。いやごめんなさい、本当に前の日寝すぎましてね、昨日も全然寝られへんかって、もう昼頃まで寝られへんからもうええ思って。起きてたガバー起きて、うん、もうそれから正解に立ったんですよ。まあちょっと本当ローションも残ったこの体で申し訳ないんですけども、めっちゃお眠入ってしまいまして、もうボケ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 なんですよ今も。本当に申し訳ないですわ。だって俺原宿の駅前通ってきたんですけどね、原宿の駅の前にね薬局があって、その上にねティーサロン風っていう喫茶店があるんですよ、うん、それあんの僕知ってるんですよ、うん、もうボケ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 ですから、うん、パーって車運転しながらティーサロン風って呼んでしまう。それ言い過ぎやろ。ほんまですって、ほんまですって、この世界に風って何の店やろって思ったんだよ。ほんとごめんなさい、ボケ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 で本当に。ノって知ってます？ノん？ノノって？ひらがなのノやないかい。ひらがなのノは知ってます。ひらがなのノ、え？ひらがなのノ、ノについて私いろいろ最近研究したんですよ。ほうほうほう。脳っていうのはこれ面白いもんですね、うん、ああそう、脳がついてるうちにはね舐められてるっていう証拠なんですよね。何言ってるか分かれへんけど、まあ、じゃあ発表してよ。脳がついてる、どういう意味か。例えばですね、カブトムシ、はい、ね、カブトムシ、カブトムシって言うでしょ、うん、カブトの虫とは言わないですよね。言わないそうでしょ、カブトムシって言うんですよ、うん、言います。だからその脳が取れて初めて独り立ち、うん、市民権を得たわけですよ。もう舐められてないわけですよ。彼は何を言ってるの。いや空手のチョップっておかしいでしょ。おかしいよ、空手チョップじゃないですか、うん、いやおかしいから空手チョップって言うてんの。いやおかしいから脳は入れないんですよ。でもね、うん、昔は言うてたはずなんですよ。あそう、多分空手がまだそんなに市民権を得てない頃ですよ。はいはいはい、空手っちゅうのがあってな、ああこれチョップやろ、これを空手のチョップで空手チョップなんやって言うてたはずなの。空手チョップ言うてもうた。いやまあちゃうなちゃうな、僕の伝えたいことはそういうことじゃないな。あとゴルフクラブ、うん、ね、うん、これはもうゴルフがみんなさんに、うん、これだけ浸透したから、はい、もうゴルフクラブで通じるわけですよ、うん、昔まだゴルフがまだそんなに普及してなかった時はゴルフのクラブって言ってたはずなんですよ。ゴルフのクラブ、だから脳がついてるうちは舐められてる証拠なんですよ。ほう、まだ一人前として認めてもらってないっていうことなんですよ。舐められてるもんっていうのは何があるんですか。え、今現在舐められてるもんはどういうもんがあるんですか。例えばじゃあ一番わかりやすい話しましょう、うん、ダウンタウン松本、うん、これは、うん、もう愛されてるから成立してるじゃないですか。ああ、はあ、ダウンタウン松本、うん、もう市民権を得てますからね。ああ、はあ、でもお前は悲しいかな、ダウンタウンの浜田なの。舐められているなんですよ。それお前の言い方一つやんけ。いやダウンタウン松本ってこれ言えるでしょ、うん、ダウンタウンの浜田ってやっぱり言うてしまうじゃないですか。やっぱりレベルが低いんですよ。なんで言うてしまうねんな。そのいや映画の他でのがついてて舐められてんのは他なんかあるんですかっていう聞いてる。浜田の乳首ですよ。そうや、浜田の乳首や。これは市民権を得てないんですよ。お前は松本乳首言うんか。松本乳首。それはあんたの言い方一つであって。ああ
そうかな。もっとみんなが聞いてあーっていう、あそれにはのはついてるよね、それ発表せんと。あのね、松本の、いやそんなんええねん。いやこれ聞いて、これ聞いて、これ言いたい、これ言いたい、これもうじゃ大変言いたいねんって。もうちょっと分かりやすい。いやいや、これ言わせて、これ言わせて。松本の脇が。これは、これは脳がつくんですよ。なぜなら、松本は脇がじゃないから。浜田脇が。これは、市民権を得てるからなんだ。いや、得てないって。みんな、みんな臭臭いからですよ。みんな臭臭いいうこと知ってるからですよ。いうことを知ってるからなんですよ。だからやっぱり市民権得てる。なんでそれだけ脳入れへんねん、おかしい。みんなが分かることを言え。独り立ちしてるからなんですよ。独り立ちしてへんがな。いやいや、だから脳っていうのは、いや分かりやすいことを言えや。なんですごい分かったでしょ。いや無理やんか。日本のテレビって言われてたんですよ。この曲そんなわけないやん。開局した時から日本テレビ。いや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 、そんなことないでしょ。多分日テレが一番早いはずですから、民放ではね。だから日本のテレビって言われてたんですよ。日本のテレビ見ようや。いやいや、そんなわけない。それが脳がなくなったのは、もう日本テレビ日テレがこうもう認められたっていうことなんだ。だから早く、俺が結局言いたいのはそれはどうでもいいんですよ。お前は早く脳が取れるように頑張れよ。ボケ。いや、そんなんで締められへんやん、みんな納得できへんやん、そんな。そんなことやったらもういつまでたってももう73やん。何が？もうギャラはな。どうして F1 レーサーは、はい、やっぱね、あれですよ、気使うよ、あんな行ってもね。なんでやっぱ新築の家やと、俺タバコ一本も吸ってないもんね。あ、子供おるし新築やし。あれでも山崎も吸うやんか。吸うけどみんなベランダで吸うもん。いや、俺ね、うん、ものすごい気遣いなんですよ。いやいや、これね、みんなね、全然分かってくれてないと思うんですよ、はいはい、後輩を前にした時の俺って、うんうんうん、おいみたいなね、うん、何なんよ、持ってくるのかみたいなね。いや、パパやからね。思うでしょ。もう、すっごい気遣うんですよ。マジで。でね、グアム、はいはいはい、後輩連れて行ったでしょ、うんうんうん、でキムと俺とあと後輩3人ですよ、うん、ほんでね、2部屋取ったんやけど、うん、俺の部屋と後輩1人と、うん、でキムの部屋と後輩2人と、うん、でね、俺後輩と同じホテルやったら、うん、寝る時でも、うん、おしっこ行く時でも、うん、女座りでやるんですよ。なんでジョボジョボで起こしたら悪いから。めった何を好感度あげよう。いや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 、そこまでするかよ。いやいや、ほんまやですよ、もうほんと。それはお前がお構えからさ。お父さん流行るか、そこまで流行らそう思てんの。そこまでする。いや、ほんまなんですね。これしかも流せないんですよ。なんで流せん。あ、音がするから。で起こしたらかわいそうでしょ。何を抜かしとんな、あんなの。でも、でもその後輩は平気で別にふわーいってジョボジョボジョボやるんやろ。その話をね、グアムのね、2日目の夜ぐらいに飯食うてる時に、俺は実はこのぐらい気ぃ使ってるんでっていう話をしたら、キムがえらい感銘を受けてね。お前ら聞いたかと。出た、キムのスイッチや。兄さんはここまで笑われたんやぞ。考えてくれてはんねやぞ。お前らもちょっと見ろよ。その日の晩にね、キムはその他の後輩2人と寝てた、3人寝てるでしょ。ほんでトイレ行きたなってんて、キムはもうちょっと起きてもうて、どうしようかなどうしようかな、でももうちょっとでみんなで起きようかって言ってた、あと1時間ぐらい時間やからどうしようかなって悩んでたら、橋本っていうまあちっちゃい後輩がいるんですけど、そいつがねトイレパーって入っていったんですよ。ほんで何の音もなくカチャって橋本が戻ってきてまた寝たんですよ。昨日言うたこと聞いたんや、うん、なるほど。じゃあこれは言うといてよかった、じゃあ俺もって言ってガチャッと開けたら、うんこやった。流せよ。考えられへん、考えられへん。キムがバシッと。
その後でもう一人の後輩が起きたっちゅう。なんでそんな元気なの、ね、この分からへんよ、こんなもん、もしかしたらそっくりさんかも分からへんからね。まだ本人とはまだ分からないはずなんですけど。いや、気持ち悪いわ、もうね、この間ね、腹立ってね、今だとね、渋谷の辺を車で走ってたんですよ、セルビデオ屋ってあるでしょ。 ありますね。行きませんって言うのよ。ああそう、別にええけど行こうかって言って、まあ行ったらね、いやいや行かんでね。まあ僕はあんま興味ないじゃないですか。俺ね、お前ね、セルビデオ選んでるとこ写真撮られそうなんだけど、まあああいうとこで大体入ったとこは普通の映画がバーッと置いてる。そう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 って全部分かっとるわ。でまあまああれは入りやすいようにまあやっとるわけですよ。なんのことあれ奥入ったら全部エロですわ。ああそうそうね、もうビデオから DVD から全部もうエロのもう王国みたいなもんですよ。うわすごいなと思ってたんですよ。ちょっと喜んでるやん。ちょっとまあ喜び、うん、まあ喜びっちゅうかね、うん、ああそうなんっていう感じですわ、うん、ねっ。でふわー見てふっと見たらびっくりしますよ、うん、僕のジョージアのブラック先生あるでしょ。はいはいはい、あれの大きめのポスターの顔だけ切り取って、うん、俺目んとここうやって黒く縁がこうついてて「まるまるちゃんおすすめコーナー」。いや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 、おかしいんちゃうか。ええー、それは納得ができるビデオは何。納得も何もじゃちゃうわな。納得とかそういう次元やないやろ。こんなん好きちゃうのに。いやいや、そういうことじゃなくって。いや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 、これはもうこの手のタートってどないしたのか。今はどうしました。これ見てに、あこれは開きません、これは開きませんよって言って、うん、でも僕言いますんで、うん、まあ、兄さんわざわざ行っても、うん、またね、うん、店員に、まあ、また、うん、わーなるから、もうこれは開きません、僕は言うときますから、うん、って言うから、うん、ほんまちょっと頼むわ、うん、でこの2本お前こうといてくれって言って、うん、お前さんざん見た後やないか。そいやいや、2本は確かに買いましたよ、これは間違いなく買いましたけど、それは別にまっちゃんおすすめのコーナーじゃないとこやから。いや車で待ってたんですけどね。確かに買いましたし店に行きましたよ。でもまっちゃんおすすめのコーナーはどう考えたっておかしいよな。いやいや、だからこういうとこで結構言うてるからやっぱりエロの代表みたいに思われてるじゃん。だってほんま頼むわ。多分なんかもうセックスシンボルみたいになってますよね。いや、シンボルなのか分からへんけど、まあイメージ的にパッとくるんやん。いやいや、お前やろ、どっちかがこいつやんな。いや、エロビデオをものすごい借りてる感じがするし。ほんとだな。お前、でも待て、お前は見たことないやろ。俺が選んでんの見たことないやろ。写真撮らせてんねんね。いや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 、もうほんまね、腹立つっちゅうか、いや腹立つっちゅうかね、不思議でしょうがないんですよ。なんで俺なんやろうと、うん、なんかタレントがね、もう何回か言うてますけど、うん、なんか雑誌でどこどこの風俗行ってたとかいう、うん、後によう書かれてるんで、ちなみにここにはダウンタウンのまっちゃんも知らん言うねん。なんで。いや行ってるからやん実際。いやそこには行ってなかったも行ってるからでしょ、うん、よそには、うん、いや行ってないもん俺な言うとくけどな、普通の日本人の平均男性よりも風俗行ってないんすよ。いや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 、見たんか見たんか。いやいや違う、お前よう言うやんか、ここで五反田のどうやこうやって言うやん。言いますよ、言うし、だからそういうイメージがあんねやから。みんな言いますし、確かに指サックでケツ何回か入れられたんすよ。だから言ってるやん、言ってるやん、俺は指サックでケツ入れられたのないもん。そこの違い全然違うやん。指サックでケツ入れられたことないか。ないよ、そんなとこ行ったことないもん。あるよね。あ、ないわ。いやいや、それは別にええやんか、やったって。
いや、あかんって言うてない、あかんって言うてない、だから言ってるやろ、まあ、そういうイメージがあるから。いや、俺ね、言うてもほんまに一般の男性以下ですからね。風俗行くのも AV 借り、俺 AV なんて俺今年入って一回も借りてないんちゃうか。それはなんで、もうその辺の姉ちゃん引っ掛けてもう家連れてってもうガーやるからもう AV はいらんって。分かった、お前がそういうイメージをつけてんねん。俺ちっとないからね、スルンってしてるから、ゆで卵みたく、え、毛もないの、スルンってしてるから。やだね、もうね、ねえ、新宿走ったんですよ、僕車で、新宿を、はい、ほなあれ、そんな大きい交差点じゃなかったのもあるんですけど、右に曲がりたかったんですけど、ちっちゃい交差点やと矢印出ないでしょ。あ、はいはいはい、ずっとね、これこう来ますからね、ということはあれはまあまあ多少信号無視もやむなしみたいなことですよ。だってそうでしょ、行けないんですもん、一生行けないですよ。中へ入ってればすぐ、まあまあまあそうなんですよ、行けばいいじゃん。そうなんですよ、ほんでまあまあ、 行かれへんな、もうもうすぐ来てますからね、うん、まあ行かれへんな思って、うんうんうん、まあまああかんなってしまいましたけども、はいはい、あかんなってしまいまして、まあ僕まあ5台ぐらい後ろやったんですけどね、うん、わー行ったんですよ、うん、まあ行ってまいみたいなことで、うん、だから前の車は止まりなさい、ファン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 、うそーんと思って、でもこれね、信号無視かどうか微妙やん。え、でも明らかに変わってるんでしょ。まあ変わってるっちゃ変わってるけど、まあここはなんかこう関西のノリでね。こんなノリやん、関西でも分かりやん、信号無視は。ええー、まあこれ微妙やなと思ったんですよ。ほな、止まりなさい言うから、はいはい、まあまあそれ止まりますよ、ほな、うん、もうバーって来てね、一、うん、人警官来て、うん、ダメですよ、はい、あれで行っちゃ信号無視になっちゃいますよ。なるほど、あれこれ結構希望が持ってる。信号無視、信号無視ですよとは言うてる、言うてる、信号無視になっちゃいますよ。これ映画なの、なんかこの玉切り上がった AK 警官やがなと思って、あのまあ注意だけでね、そう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 、ほんでね、あのね、顔さしてないなっていうのもあったんですよ。あ、顔さしてないでしょこれ。ほんでね、うん、ちょっとまあまあまあそれはそれとしてみたいな、うん、その警官がね、うん、それはそれとして、うん、ちょっとくれ車をね、うん、この辺ちょっと今最近ややこしいんで、うん、車調べさせてもらっていいですかってこう来たわけですよね。でもちょっと待ってくださいと、まあまあ多分これ俺って分かってない、うん、タレントならまあ大抵はそんな車まで見ないじゃないですか、うんうんうん、でもこれね、うん、それで、あれそんな感じで終わりっていうことなんですよ、僕にしたらね。で、ここで変にグズ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 、いやーとか言ってるよりも、うんうん、車を見てくれて、うん、じゃあ気をつけて、終わらすんやったらね、の可能性大じゃない、はいはい、でも、まあ、別に調べられて困るようなもんもないですから、うん、それでトランクポーンって開けたったんですよ、うん、じゃあ待ってたらな、もう一人のちょっと偉いさんみたいなのがブワーって来て、来た、まっちゃん、何してんの、まっちゃん、もうダメだよ、ほやもうトランクかみたいな、おいおい、なもういい、もういいよ、お前気づかなかったの、ダメだよ松本さん、もういいよ、調べなくていいから、トランクボーン、まっちゃんね、ごめんなさいね、ちょっと切符だけ切らしといて、うそー。
When the world is still, I feel the breeze upon my skin, and I can't sit still. With every heartbeat calling, leading me to you, I close my eyes and follow the love that I once knew. Look at me, I'm standing in the light, no longer hiding, I'm ready for the fight. Look at me, I'm not afraid to shine, with you beside me, the world will be just fine. Searching for the truth, lost in the shadows, looking back at you. But now I see the reason, the path I need to take. With you I'm not alone, together we will make. Look at me, I'm standing in. Every storm.